ローリンズ軍は、アメリカ合衆国カンザス州の北西部に位置する軍で、ある。2010年国勢調査で、の人口は2519人であり、2000年の2966人から15.1%減少した。軍庁所在地は、アットウッド市であり、同軍で、人口最大の都市でもある。軍名は、南北戦争で北軍の将軍を務めたジョン・アーロン。 ローリンズにちなんで名付けられた。1986年にカンザス州憲法が修正されたが、ローリンズ軍は2002年までアルコールを禁じる、すなわちドライの軍のままだった。この年、住民は投票で個人がたしなむアルコール飲料の販売を承認した。ただし、食料販売量の30%までという制限がついた。ローリンズ軍は、 共和党の強い地盤であるカンザス州第一選挙区に属している。大統領選挙では過去18回共和党候補が制してきた。民主党が最後に軍を制したのは1936年のフランクリン・ルーズベルトが最後になっている。この時共和党の首領はカンザス州知事アルフレッド・ランドンだった。過去5回の大統領選挙を見ても民主党候補は 投票総数の21%以上を獲得していない。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、軍域全面積は1069.72平方マイルであり、このうち陸地は1069.62平方マイル、水域は0.11平方マイルで、水域率は0.01%である。人口ピラミッド以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。 都市名の後の数字は2010年国勢調査での人口を示す。ローリンズ軍は10の軍区に分けられている。軍内の都市はどれも政治的に独立とはみなされず、軍区の数字のすべては都市の数字を含んでいる。下表で人口中心は最大都市であり、特に大きな数字でなければ軍区の人口に含まれるものである。ありがとうございます。